こんばんは。こんばんは、こんばんは。4月末になりましたね。明日から5月。明日は山口県に行って、ひなさんの卒業公演があります。4月ありがとうございました。早いな。3分の1か。1年というのは早いですね。長いようで早いな。あね、お話し会完売が増えてきておりますね。ありがとうございます。お待ちしてます。迷われてる方、明日まで。それか今日まで。今のうちに申し込んだ方がいいよ。そう。そしたらね、今年もね、お話し会は今のアルバム分で終わるかもしれないので。そしたらもう来年になっちゃうんで。次の予定来年になっちゃうんで。今のうちに。ね、そんな寂しいことになります。今のうちにですよ。
後悔するな。そう、なんだっけ、残暑もあるので、本当に今日明日にはですね、そうなんだ。残暑、極小。今のうちだよ。愛の重さ。広島ね、楽しいと思うよいつもと違うっていうところもいいよね。一つの良さだと思います。広島楽しいと思うよ。だって決められてないから、ルールが。幕張は新衣装だから珍しいよ。新衣装もうお披露目あったけど、私はミニスカバージョンです。サンタさんも可愛いと思うよ。大阪の大阪のオンライン楽しいと思うよオンラインはほんとまあ楽だし、家からできるしね。楽さに関してはオンラインかな。あとやっぱり二人きりで話すみたいな感じが強い。現地はさ、やっぱりね、雰囲気だからね。雰囲気とあと近くで目を合わせて話せるっていうのがありますね。そうそうリアル感がある。リアルはリアル感がある。
確かに。リアルは会いに行く。オンラインは話しに行くみたいな。確かにね。広島楽しいと思うよ。浴衣やしね。そうだよ。大阪は誕生日近いです。私の誕生日の話してるよ。もう年末の話しちゃう。しちゃいそうな雰囲気の。私の大好きな12月。12月好きなんよね。待ってるよ。夏と秋と冬と。確かにオンライン。そうやな。待ってるよ、よん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 。ワク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 。サヤンのサーヤンだよん。いいね。シチュエートサーヤン。そうだよ。2024はシチュエートサーヤンだよ。あざながいっぱいあるから2024があって2025に行くからね。2024大事です。もう2025の話をする。世界で一番早いかもしれん。今なんか格言かもしれん。今年があるから来年がある。よし、分かってきたぞ。
最近似たり寄ったりになってきた格言最近似たり寄ったりか。当たり前格言。あ、そういうものよ。同じ人が考えてるからね。同じ人が考えてるから。ゴーストライターいないからっていうことよ。逆に言えば、逆に言えばゴーストライターがいないという証拠。そうそう、同じ人が考えたらこうなる。ネタ切れ、いや、そうね、毎日ネタ切れですね。でも逆にすごいよね、毎日ネタ切れなのに毎日投稿するっていうのは。そうだよ、最近パッて出てくるんですけど、なんかそういえばこの前これ投稿せんかったっけみたいな時は最近めっちゃある。あれ、これ投稿せんかったっけ、いかったもん、同じこと言ってるやつあった、危なって。危なって同じこと言ってたわって。確かにバレんかもね。なれないかもしれない。ちょっと一文字違うみたいな。言ってること同じだけど一文字違う。でも分からんよ、そんな、これ前も投稿してたよって言ったら、ちょっと時間経ってからそのポストは消されてるかもしれません。消せる機能ないけど消せる機能はないけど聞いてるかもしれん。あれ、なくなった。確かに前の投稿消してるかも。何月何日、あれ、何月何日分、あれなくなってる、最初からなかったよねって。その日は何かあったんじゃないって。やばい。でも一人はちゃんと記録に残してそう。一人は何月何日こういうこと言ってました。確かに。ありそうですな。だけど、まあ、そういうことが起きないようにちゃんと検索してるから自分で自分で検索してる。一瞬なんかあるんよ、ん、なんか言ったような
なんか言ったような気がするなと思って検索したらそう、ちゃんとチェックしてるよ。意外と覚えてるね。でも300種類の格言いたらすごいよね。300種類って。だいぶ浸透してきたかな、あんな方にも。あ、でもね、昨日かな、昨日の格言まひなさんがいいにしてくれた谷口まひながいいにしました。えっ、まひなさん、沖さんはなんか会った時に、おお今日の格言よかったよみたいな風に言ってくれとったんや。そう、もしかしてマキナさん隠れファン。そう、キさんね、今日の格言よかったよ、なんだっけなんだっけなって言って、覚えてないけど、覚えてないけどいいと思ったんよって。言ってましたよ。ね、想像できる。うん、でも嬉しいよ。今日はそうだ、そうそう、休みは何もしないということよ。休みとは何もしないということよ。今日私ね、休みじゃなかったんですけど自分心のリフレッシュではありますけどね。あ、全然違いますよ私今日ちゃんとメイクしてるしちゃんとメイクしてます。でも実際ね、実際言うてしまえば、実際言うてしまえば私午後からお仕事の時は休みっていう感覚がちょっとある。ちょっと休みみたいな。うん、私ね別に午前中休めれば結構いけるんですよ。全然、そうそうそうさすがに最近はねずっと稼働してるから、まあ、1日あったらすごいゆっくり休めるけど、まあ、結局何もしない時も必要だよねみたいなとこはある。うん、夜は別に何時でも、夜型だからな、半休ね。
痩せてる？あ、でも最近足がちょっと良くなってきた。気がするよ。家系ラーメン？家系ラーメン？でも最近食べたけどね。またデリバリーしたもん。いつだっけ？いつか？いつだっけ？でもね、メールで言ったよ。意外とデリバリーして、なんかデリバリーってさ、なんかお店の味とさちょっと違う感じあるやん。でもね、結構一緒だった。別、なんかスープの上になんか容器があって麺があってみたいな。でネギも別のパックであって、でだから私デリバリーできたらちょっと冷めてるからレンジでチンして、で麺を入れてネギも入れてみたいな。でしたら、あれ全然美味しいぞってなって、幸せな気分。うん、確かにコンビニと同じ感じかもしれん。ちょっと別容器に上になんかあってみたいな。うん、だけ全然デリバリーいいなと思った。若干高いけどね、やっぱりデリバリーにして。でもまあラーメンはラーメン屋さんに行って食べる美味しさもあるよね雰囲気と。ラーメンのなんか匂いがしてみたい。そうそう、まだデリバリーなんだろう、あんま時間がない時とか、あと何時間後にはもう出ないといけませんみたいな時はデリバリーしてるとか、今日は家出ませんみたいな時。最近はね、そう、なんかあのね、お肉が届いたんですよ。お肉が届いたんですけど、そう、ショールームの景品の時の、なんだろう、何の時だったかな。そう、届いてて、でもずっと冷凍庫に保管しててずっと食べれてない。早く食べたいんだけど食べる機会がなさすぎて、なんかずっと不安、悪くならないか。しかも結構お肉来た瞬間もう期限迫っててあれみたいな、もう期限迫ってるよってなって、その期限切れる日に冷凍庫にわーって入れたんですよ。大丈夫かな。もともと基本的に冷蔵のお肉だったんだよね。それがいつだったかな。1週間前だ。1週間前に冷凍庫に保管してて、大丈夫かな。私多分あと何日間かはもう食べれる気がしなくて
多分来週に食べれそうなんだけど大丈夫か。いや、ありがとうございます。結構この1週間もね、ずっとね稼働してるんだよね。来週からゆっくりかなみたいな。そう、広島にいないの。お肉はすき焼き用にした私の大好きなすき焼きを食べますわよ。そう、すき焼きね、3日ぐらい持たせるんよ。そう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 でもさすがに期限が、賞味期限切れとる、いや切れてないから、当日だから、当日のお肉だから、そんなに3日間も持たせれるかなって思ってる2日間だから1日目の夜に、すき焼きして、で次の日の昼にすき焼きうどんにするのよ。で夜もすき焼き風うどんにするのよ。美味しいよ。おやおや、いいお肉は3回楽しむっていう一人だからね。やだ、腹痛にはなりたくないな。しっかり堪能しないと堪能して。いいお肉を腐らす寸前に食べたら美味しい。あ、そうなんですか。そうなの。そういうもの。お肉ってそうなの。熟成ってこと。へえ、なんかすごいですね。でもキムチは早めに食べた方がいいですよね。キムチとは違うんですね。確かに、なんだろう、牛肉をさ、レアでさ焼いてさみたいな、レアの方が美味しいみたいな、あるよね。でも私レアで食べたことない、なんか怖くて。ほぼ赤いよね。ほぼ赤いまま食べてる。そうそう、なんだっけ、牛はいいけど豚はダメみたいな。あ、新鮮だったらいいんか。
なんかさ、時々さ逆に覚えてしまわん？豚はいいけど牛はダメみたいな、どっちだっけ。だけどなんか間違えたら怖いけん、どっちも結構焼いてる。なんかさ逆にしそうなんだよね自分。だけどそんな間違いがないようにもうとりあえず焼いてるわ。しかもなんかお肉似てるけん、なんか見た目似てるし、なんだっけ。でもしゃぶしゃぶはさ、しゃぶしゃぶはなんだっけ、豚肉だからちゃんと色が変わったらいいんか。でも肉が硬くなるっていうね、あんまり煮すぎたら。ああそういうことね。しゃぶしゃぶ、あのすき焼きもあるもんね、すき焼き風って。だけんさ、なんか複数人でさ焼き肉行った時さ、なんかその人の分を焼いてあげる時にちゃんと焼かんと自分に責任が問われるから、めっちゃ確認してる。ちゃんと焼けてるよな。高尾さんの、そうそうそう、ちゃんとね、ちゃんとしなきゃみたいな責任感があるよね。でも意外とちゃんとできてるよ私。なんか座った時に、座った場所によってやっぱね決まるんよ、その焼く専用の人が。うん、あ、私だな炊き上げるから。自分だ。そうそう、タッチパネル担当の人と焼肉焼く担当。タッチパネル腕が届かないからさ、この手前側に座ったら。自然に決まるね。そうよ。座った時にあってなる。最近タッチパネルが本当に増えてからさ、なんかこれ絶対頼んだ方が早いよねって時もあるんだけどね。これ絶対頼んだ方が早いみたいな時もある。まあでもタッチパネルがあるからタッチパネルだ。まあでもそうだよね、店員さんも大変だよね。だってこうみんなが口々に
言ったメニューを確認して、最後復唱して間違いありませんかって言って帰ってくから、で違ったらこれ違うんですけどって言われたらすいませんってなるじゃん。そういうのが問われんように、タッチパネルやったらその人が頼んだのが来るから、あっ、っていうことが起きるんじゃない？うん。でもタッチパネルで頼んだのが来ない時もあるけどね。あれこれ来てないですみたいな時もあるけどね。そうだよね。自分らで確認せんとね。一人前をさ、二人前にしとってとかしたらさ、絶望よね。やばい。紙飛行機キャッチ、おーありがとう。確かにな、確かに。でも頼みすぎもあるね。なんかタッチパネルにしたら頼みすぎ、いやちょっとずつ頼まんと、自分のお腹と相談しながらって毎回思う。なんかお腹空いてる時ね、やばいよね。食べれる食べれると思った。おや、怪しい、途中から怪しいな、やばいって。うん、そうなんよ。頼みすぎって危険。人間なんかほんとお腹いっぱいになった時、お腹いっぱいになる手前がいいね。とか初めて行った場所とか、なんかあこれもこれもって頼んでで来たら、あれなんか大きいぞみたいな。なんか写真あれみたいな、なんか大きいぞってなって、やばいってなるときあるよ。だから写真がないときとかもイメージとあれみたいな、こんな感じの、あーみたいな、結構おまけがいっぱいみたいな。確かに逆もあるわ、逆もあるね。あれ確かにハーフサイズにはしたけど、5口で終わるぐらいの、ね、みたいな時もあるよね。あれ5口で終わるぞこれみたいな。いやほんとほんと、ハーフサイズ確かに頼んだけど、ご飯系もありそう。ご飯小を頼んだのに、あこれが小なんだ。私の家では結構
普通よりちょっともうちょっとお腹空いた時用に食べるぐらい。危険ですね。危険危険。だっけ、なんかさ、お店によっては自分で次に行くパターンもあるよ、ご飯。それだったらまだね、自分が分かる。自分でついでねみたいな。いや、よいけん。私のご飯の量でもな、最近な、なんかちょっと胃袋が小さくなってきた気がするんだよね。小さくなっちゃった、胃が。だからご飯しょう。だから本当にあのお茶碗あったらしゃもじ一つ分くらいで結構いいかも。しゃもじ一つ分ぐらい、しゃもじでえいみたいなぐらい。しゃもじのなんかふいじゃないよ、えい。サイズ、サイズか、どうだろう。そうだね、しゃもじの限界ぐらい。しゃもじの限界ぐらい。しゃもじに乗せるならもうこれぐらいだよねみたいな。何そんな待って、そんなにさ知りたい。そんな知りたい、待って、そんなに知りたいこと。すごい詳しく、すごい詳しく知ろうとしてる。どういう、そうなん、そうなんだ、なんかい、いや、しゃ、一般的なしゃもじよ。でも、あ、そうだね、あの茶碗、お茶碗のあの枠を超えないぐらいですよ。お茶碗の枠を超えないぐらい。違う、どれぐらい、いや一般的なお茶碗ですよ、あの百均に売ってそうな、百均に売ってある100円のお茶碗よ。わかった、わかったよ、わかりました。あのね、分かったよ、ね、野球ボールぐらいの大きさのご飯ぐらい、これで分かったよ。え、怖い、怖い、怖い、いや、どうだかな。え、どうかな。
ね、じゃあ違うわ、ちょっと待って、そう違う違う、ちょっと待って、うん、なんでこんなこんなこんなとか言っちゃいかんね。そうだね、でもね、このぐらい、このぐらいですよ。いや、分かった、拳一個分やん、拳一個分分かった分かった、拳一個分。そう、私の手のサイズで拳一個分。あ、お、このぐらいや、やば、このぐらいや、もうびっくりした、このぐらいです。よっしゃー、ついに分かったぞ。うん、めっちゃこのぐらいすぎた。めっちゃこのぐらい理想。よし、解決したぞ。解決しました。ですよん。え、全然イライラしてないです。いや、全然してないです。基本的にしないんだよな。内視会受付中だよん。その絵文字大盛りやね。ご飯の絵文字大盛りやな。意外と。でもやっぱね、お米美味しいもん。お米美味しいよね。でも私ちっちゃい頃、なんかこのお茶碗にご飯をこうよそうとき、めっちゃ丸く吸うのにハマってるときあった。あの漫画みたいに。丸く。めっちゃ丸くする。しゃもじでこう整えて、よしって。そう、形を整える。そしたらすごい美味しそうに見えるから
美味しい。一口目で崩れるけどね。そうそうそう。そうだよ。見た目大事。見た目大事ですから。うん、今日はちゃんとご飯食べたんで。大丈夫です。あ、今日も。なんか。すごい。今日は可愛いねって言った時のアイドルの返しみたいな。え、今日は？今日は？あ、今日もだよって。今日もでしたって。最近もう話し返ったけど、本当ファンの方がめっちゃ気を使って、いや、いつも可愛いんだけど。可愛いんだけど今日は特に可愛いよみたいなっておっしゃられた時に、なんかああなんか今までこうアイドルにこう言われてきたのかなって思う。そうなん、でそういうことがあったのかなっていう背景を想像しながらお話ししてるよ。だからなんか今日、いや今日可愛いねって言った後に何も私言ってないのに、あ今日もってなんかちょっと後から付け加えて、あいつもだけどね。いや私何も言ってないよ。何も言ってないけどね。全然。逆に全然うん、嬉しい嬉しい言葉だと思ったのに。ああ。だけどそれがじわじわくるもん。訂正が、いやでも私は全然そんな今日可愛いねって言われたらすごい、あ嬉しいなと思いますけどね。
ぱいつだって今日がされてたらいいなって思いますから。シンプルに思ってくれたんだなと思ったら、でも嬉しいですよ。今日、なんか疲れてるって言われた時の方がなんか、え、疲れてない、いや疲れてるように見えるみたいなって思いますけどね。っていうよりかは全然可愛いねって言われた方がいいよ。そうそうそうだからか心配、その心配してくれたんだろうね。だからそことか、うん、そう心配してんだよね。こう最近忙しそうだから、忙しそう、うん、ちょっと知っててスケジュールのこと、忙しそうだからっていうのがこう言葉が抜けてて、全部ひっくるめて疲れてるみたいなねっていうのはすごい理解できるけどね。抜けちゃったっていう、そうそうそう全然、私は全然なんだろうな、そうなんかちょっとなんだろうね、失礼、まあ世間的に失礼なことでもなことだったとしても、別にそれは正直な気持ちなら私は全然 OK、話として OK だなと思いますけどね。それが本音って思ったら、嘘より本音の方が話したい内容ではある、うん、あえて言うのとは違うけどね、話の流れでみたいな、いいと思うけどね。アンチ、アンチっていうか、確かにね。アンチの人は来たことないかも。それよりなんかこう、なんだろうな、自分のことを否定してくる、されてる方の方が私はちょっとなんか一緒に暗くなっちゃうんだよね。そう、シュンとしちゃう。そうそうそう、自分はなんだろう、こうだからみたいな、そうそう、でやったらうーってなる、僕なんかみたいなそう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 、ごめんね、
そうなんですよ。お話し会はこう明るく楽しくしたいもんね。そうそうそう。ですね。ですが、トゥ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 このメンバー、バレるね。バレますね。そうなんだなって思う。そうなんだなってなって、そうなんだなっていう体で話す。何か話した時に、あ、楽しいだもんねっていう方と、あ、他にも教えるもんねっていう風になるだけ。そういう定員になる。そうだよ。だから別に否定はしないよ。どういう認識されてるかは、お話し会で言いますね。配信ではね、限りがあるから。そうだよ。
愛の重さ、愛の重さを。私の愛の重さはお話し会に行けば分かります。配信では言えないこともね、あるんですよ。そうだよ、人によってさ言えることは違うからね。人によってその違うからね。全員が同じではないからさ。話し会配信ではこう言ってるけど、お話し会ではいや違うよってなるかもしれないから。でもあの時配信でこう言ってたよね、違うよってなるかも。愛の重さは話し会で、配信のコメント、うん覚えてるよ、忘れないよ。忘れないよ。でん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 。すごいよね、本当。私本当にさ、ずっとさファンの方のこと考えてんだよね。アイドルになってからさ、中心なんだよね。これって当たり前じゃないのかな。アイドルさんどうなんかわかんないんだけどさ、これって当たり前じゃないのかな。当たり前じゃない、当たり前サインじゃないんですか。そう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 、ファンの方中心なんですよね。
そうなんだよな。いや、そうなんですよ。なんか思ってみればずっと考えてるなーってさ思ったんですよ。まあ活動してるから、そりゃ、うん、ずっとつながってるじゃないですか、活動って。っていうのもあるけど、って思っておった。そうそう、思いましたよ。むむ。明日もね、ちょっと検証してみる。ずっと考えているか。でもそっか、明日公演だからそれはずっと考えるか。オフの日でオフの日で本当に考えているか。そうで、明日ひなさんの次は公演だから、考えないってことができないと思うんだけどね。考えてない時あるのかな、寝てる時。ご飯の時、確かにご飯の時はそうだね、ご飯おいしいとか、なんだろう、なんだ、こういうメール送ろうとか、こういう投稿しようとか、
今日はそういつもなんか昼ぐらいに、あ、こういう内容のやつ送ろうと思ってちょっと忘れて、あ、夜になっちゃったみたいな時もある。あ、こういうの送ろう、こういうの送ろうと。送った気になってあみたいな。そうなんや。気づいたら時間がなくなってるわ。うん、全部遅れた。言いたいことは遅れたかな。ちゃんとあざとメールも遅れたし、昨日あのリハーサル終わってから昼に送ろうとしとったやつは遅れんかった。気づいたらもうリハーサル本番を迎えてて、うわってそういえば。そうだね、昨日は。明日もね、卒業のイベント、なんだか公演、ライブが続いてるからね。でも明日あと、そうだ、ココアさんの壮行会と、一旦その5月で一旦そう卒業で旅立って行く。一旦終わりですね。いい。いい。5月、23時半だ。
返信来てる。お風呂スキーなの。お風呂スキー。お風呂。呼んだ。そういうこと。何これ呼んだ。何これ呼んだっていう人。分からんかったけど、なんか反応しよう。変身、なんか変身しよう。よし。いや、そうなのよ。高度すぎるのよ、ほんと。パセリさん。パセリさん、いつも高度すぎるのよ。ほんとすごいよ。え、待って、何？ねえ、なんで見てるの？ねえ、なんかさ、これさ、本物？なんで見てるの？パセリいるんだけど。おもろい。高度すぎるよ。本当だよ。お風呂好き、私一瞬そう、なんかお風呂お風呂ってなった。面白い。お風呂、いろんなことが起きますね。本当よ、逆線高いね。そんなのあった。なんか来た。そう、顔文字ね、ちゃんと検索してさ、保存してるから。よさげな顔文字いつも検索して保存してる。辞書登録してるの。そう。辞書登録。そう、これいつか使おうと。なんか顔文字って調べたらいっぱい出てくるよ。
そうそうそう。え、登録は顔辞書登録顔。そうだよ。カラー選んでる。特殊文字が好き。でも特殊文字なんかなんだろう。アンドロイドの方とかにはやっぱり分かんないのかな。文字化けしちゃう説あるよね。そう、機種によって見えない説。絵文字とかもちょっと違うもんね。最近顔文字話題ですね。話題顔文字系。なんか今は絵文字の組み合わせをなんかステッカーにして使うみたいなのがあるらしいけど、全然もう分からん。顔文字すごい。前はメールが絵文字使えなくて、だから顔文字でなんとかやってた。しかも特殊文字も使えなかったから、うん、ちゃんと記号で作った元祖顔文字でなんとか表情を作り出してた。そうそうそう、うん、そうだ、なんかファンクラブの名前を、自分の個人ファンクラブの名前変えようかめっちゃ迷うんだよね。変えたいなら変えるみたいな。今は高尾さやくオフィシャルファンクラブなんですよ。なんかシンプルの方がいいかなって思ってやってたんですけど、うん、なんだろうね、なんかハッシュタグにしやすいのとか、今ハッシュタグ日々やんえだから、変えるとしたらね、そうそうそう、なんかハッシュタグ、例えばハッシュタグをそのままファンクラブの題名とかにしたら分かりやすいなーとか思ったんですよね。ハッシュタグつけるのもあるよね、そういうファンクラブの題名に。広報、でも日々やんえにしたらさ、初
初めて見た人さ、え？ってなるかな。ひ、え、日々やん。日々やんってなるかな。まあでもそうだよ、ファンクラブに入るっていうイコールファンの方だもんね。わかるか。高尾さやか、高尾さやか、なんだろう、なんか急に私最初すごい高尾さやかオフィシャルファンクラブ、なんか公式感があるし、一目でわかるし、まあ、変になんか変えなくていいかなと思ってたんですけど、やっぱちょっと変えるのもいいなって思ったんですよね。私多分 STU 在籍の時しかの、なんだろう、専用だと思うからさ、それならもう変えるのもいいなーって。ちょっと個性出していく。募集しようかな。そういう募集フォーム作るか、普通にハッシュタグで募集するか。私の第一候補はヒビアンへです。ハッシュタグヒビアンへ。ヒビアンおかしいか。ヒビアン、サーヤン、どうしようかな。なんか緩い感じのがいいんですよね。かしこまってない感じの、やっぱプライベート感というか、ちょっと可愛い系。
トルを日比谷にして、ハッシュタグを日比谷へにするか。タイトルはちょっと手書きっぽくして、エブリヤン、エブリー、エブリアン、キビアン、ひ日記系サーヤンダイアリー、ダイアリー、いや、かっこすぎるな、ダイアリーかっこいいな。だね、ちょっと今日一回保留にしよう。日めくり。生きる。つれづれ。サイアン日和。日和って可愛いね。ライフかわいいね。散歩かわいいね。サーヤンと散歩。
サーヤン県徒歩圏内サーヤンのなんとかスペースなんとかスペースなんだっけな、あ、パーソナル、え、違う、なんだっけ、なんかいいよね、なんとかスペース、なんだっけな、あ、そろそろ終わる。タッチーさん、F 渋谷さん、ナンバのひさとさん、マイセンタン、コッペさん、ミツルンさん、コーペンのヒッキーさん、マサタロウさん、サトケンさん、ハムちゃん、キチネさん、セイヤンさん、タンタンさん、マッペイさん、ユシキさん、ラクラクさん、フジポンさん、オーサムさん、トキワさん、キムコさん、ロックオンさん、KKK16 さん、ミッチーさん、台湾のコウさん、ふたてさま、ゆうすけさん、立花はやとさん、ナッチさん、ケイさん、ビーツさん、メガバイトちゃん、ゆうきさん、ありがとうございます。あはは、ありがとうございました。昨日、今日、明日5月、よろしく。楽しく生きよう。うん、楽しいのが一番。うん、あと寝るの、寝るのも大事だよ。いますか。いや今日湿気すごかったな、めっちゃ雨降っとった、雨降っとったのか。すごかった、めっちゃ保湿された。
系がね。ありますな。でしょ。しっけーな、しっけーな、しっけ、しっけーか、しっけーな、早くお風呂に入ろう、入ろう。早くお風呂に入ろう。すっげーな。でもお風呂はね、すごいなんかいいよね。すっきりするよね、なんだか。なんだかなんだか、あれは何なんだろうね。うん、いいよね。最近私入浴剤は入れてない。ノーマル、ノーマルで入ってる。バイバーイ。明日から5月なんだ。信じられない。バイバイ。